なんか人とのこの関係性ってどっから始まってるんだろうっていう話なんですけど、うん、あのこれ最近聞いた話なんですよある男性の方が教えてくださってその方が10年ぐらい前にあの使ってた携帯電話を新しいのにするっていうことでスマホに変えた時にあのナンバーポータビリティじゃなくて完全に新規の番号でそれを取ったんですって。 で、そしたら、その番号を変えた後ぐらいから、なんか変な間違い電話がかかってくるようになって、すごい高齢のおじいさんの声で、ユミはおるかーって、ユミはおるかーってずっと繰り返すんですって。で、この方男性ですし、いや、いないですよって、最初は丁寧に言ってたんですけど、で、あ,あ、そうかーって言って電話を切れる。でも、またしばらくすると、ユミおるかーって言ってかかってくる。 で、いないですってって言っても、まあ同じ番号からかかってくるので、その都度電話取って間違ってますよって、この番号は違いますよって、由美さんと関係ないですよって言ってたんですって、でも、奇しくもしばらくしてから、その方、ユミさんっていう名前の女性とお付き合いすることになるんですよ。で、この時のこの電話のこととか思い出して、そういえばこういう電話かかってくんねん。 って話してみた。そしたらユミさん面白がって、じゃあ今度、その一緒にいる時に電話かかってきたら、じゃあ私変わろうかな、みたいな感じでちょっと好奇心出したんですで、そんな会話をしてから1年ぐらい経った頃にこの男性のお部屋で二人で過ごしてたんですって。で、その時夜電話かかってきて、で、ユミおるかーって言うんで、あ、来たと思って、ハンズフリーの 状態にして居るかに対して横の由美さんが「おるよー」って「何?」って言ってみたそしたらその今まで「オるか」しか言わなかったそのおじいさんの声があんなお前な蔵のな子供のなあかんでって言うんですそれ聞いて由美さんはバッてそのスマホの終話ボタンを押してで画面真っ青になってもう。 この話これ以上聞かないでって言ってもうそれ以上何聞いても答えてくれなかったっていう話なんですよ、えーえー、思い当たる節があった、えー、うわぁリュミさんに暗くらってもらったな、うんだろうへぇ、えー、えー、閉じ込めちゃったんですかね 蔵の子供のってねなんかわけわかんないですけど嫌な想像いっぱいしちゃう確かに感かかけてきたその人というかなんか分かってるんじゃねその子どもがでもだってき合ってない時代にかけてきてて後かとからですもんねその電話番号なったあとからっていうことなんでじゃあどっから決まってたんだろうその ユミさんと付き合うことはとかね、うん。<laughs>